おお、みんな、ウミネコの鳴く頃にお疲れさん。やれやれ、わけがわかんないうちに物語が終わっちまったな。つまりなんだ？あれは結局犯人は暴けず時間切れのバッドエンドでしたってことなのか？おお、きっとバッドエンド。おお。そうだね。1日目の夜にマリアちゃんが読んだベアトリーチェの手紙に碑文の謎を解いてみろとちゃんと予告してたもんね。僕たちは自衛や犯人を探るのに忙しくて全然その謎に挑まなかったし。そうですね。ちゃんと碑文の謎に挑んでいたら違う結末もあったのでしょうか。それはどうかな。シャノンちゃんもお疲れ。お茶の給仕なんてしなくていいぜ。何しろここはお疲れ様会なんだからよ。ひでえ目にあった者同士、仲良く傷の舐め合いをしようぜ。ベロベロベロ。ひでえ目って言ったらシャノンがぶっちぎりだったぜ。綺麗どころのキャラだからてっきり最後まで生き残るかと思ったら一番最初に殺されるし、しかもなんだっけ、顔面を半分砕かれてたんだっけ。最悪だよな。そういうお役目でしたら、その、仕方ありませんし。姉さんが気にすることはないよ。お嬢様方も、ラストのエピローグを見る限り、相当悲惨な最後を遂げられたようだしね。どうもそうみたいだね。なんだか、全身を食いちぎられてバラバラにされたみたいな、恐ろしい描写があったような気がするよ。それを言ったら、カノン君の最後が一番かっこよかったと思うぜ。返り討ちとはいえ犯人と一騎打ちだろ。俺らのよくわからん最後よりは数段マシだぜ。結局何も歯が立ちませんでしたが。でもカノン君の死は大きなヒントになったと思うな。だってあのせいで19人目の存在が明らかになったんだから。そうだね。あの時点では全員の所在が明らかだった。だからカノン君を殺せるのは未知の19人目しかありえない。おお、マリアは最初からベアトリーチェだってずっと言ってる。うん。信じたくはねえけど、ベアトリーチェを名乗る魔女が犯人ってことになるんだろうぜ。そうですよね。人にはできない不思議なことがいっぱいありましたし。おう、エヴァおばさんの密室殺人とか魔女にしかできない、人間にはできない。うん。19人目が存在することが明らかで、しかもその人物は人間では考えられない力を持っている。となればその人物をベアトリーチェと呼んでも差し支えはねえだろうぜ。多分僕たちはラストで出会っているよ、黄金の魔女にね。だからマリアはベアトリーチェがいるってずっと言ってる。みんなずっと信じなかったからダメだった。うん。信じないと奇跡は起きないって友達の魔女も言ってる。うん。そうですね。ベアトリーチェ様は敬う者に寛大だそうですし、マリア様は恐ろしい事件が次々と起こっていっても最後までベアトリーチェ様の脅威からは外されていたように思います。マリアは一番の最初からベアトリーチェを信じてたもんな。でもそれじゃあ同じように信じてたカノン君たちも殺されたのは納得がいかないぜ。それは多分ベアトリーチェ様なりのご都合があられたのでしょう。碑文の歌がベアトリーチェ様の復活の儀式を意味するものなら大勢の生贄が必要だった。その一人にご指名をいただけたということなのでしょう。シャノンちゃんはひどい最後だったよ。せめてもう少し綺麗で安らかな方法もあったろうに。まあその痛かったわけじゃないですし、それにほら今はこうして全然平気ですから、へっちゃらです。でもこう言っちゃなんだけど、僕はてっきり本格ミステリーだと思ってたからね。ファンタジーだと分かってちょっと驚いてるよ。
遺産をめぐる外界から隔絶された孤島の洋館ものなんて推理ものの王道だと思ってたからさ。ふーん、ファンタジーじゃない、ベアトリーチェはいるの。おー、ええ、わかっています。ベアトリーチェ様はいらっしゃいます。そうですね、ベアトリーチェ様はいらっしゃいます。悔しいが認めざるを得ねえよな。19人目の魔女の関与は明らかだしな。人間には不可能なことをいくつもやってのけてる。劇中の僕らはそれを否定したくてあれこれと考えたけれども、今ならはっきり言えるよ。どれもいずれも全て人間には不可能な犯罪だった。魔法の力を使いこなす魔女のベアトリーチェにしか成し得ない犯行だよ。犯人は魔女だった、その一点において何の曇りもねえぜ。ベアトリーチェ様万歳ってわけだ。うん、みんな信じた、マリアは嬉しい。うん、神様も魔女も怖がる人には恐ろしい存在かもしれませんけど、信じ敬う人にとってはきっと慈しみのある存在に違いないと思います。姉さんの言う通りだと思います。じゃあさ、せっかく殺人事件ごっこは終わったわけだし、ここで気を取り直してちゃんとベアトリーチェの言う通り碑文の謎に挑戦してみねえか。うん、賛成、きっとベアトリーチェも喜ぶ。劇中ではみんな無視してたからね、あの手紙は。せっかく出題されたのにほとんど無視されてなんだかかわいそうですね、ベアトリーチェ様。碑文のメモがある、みんなで謎解き、みんなで謎解き。物語は多分この時点から間違ってたんだろうね。そうかもしれません。私たちはベアトリーチェ様のご指示通り碑文の謎に挑むべきだったのかもしれません。まあすっかり遅くなっちまったけどな、今からでも再挑戦するってことで魔女様には許してもらおうぜ。ささ、碑文の謎に挑戦してみよう。なになに、懐かしき故郷を貫く鮎の川。ちょいと待てよ、お前ら。お前ら、さっきから聞いてりゃ、何を思考停止してんだ？なんで魔女の仕業ってことで決まってんだよ。そんなのあるわけねえじゃねえかよ。だって、明らかに人間には無理な事件だったじゃないか。そうだぜ。どの事件も人間には無理なことばかり。そうですよね。だって人間じゃ説明がつかないことばかりじゃないですか。バトラ様が何を言い出すのか僕にはわかりません。お前たちこそ、何を口々に言い出すのかさっぱりだぜ。こんなの人間が起こした事件に決まってるじゃねえかよ。魔女なんているわけねえだろ。じゃあ、私が倉庫の中で殺されてた時、顔の半分をひどいことにされていましたが、あれは人間が犯人なら、どう再現するというのですか？そりゃ、どうやったらあんなひでえことができるのか、ちょっと想像はつかねえけどよ。でも、あそこはバラ庭園の倉庫だぜ。きっと、中に妙な道具とかがいくらでもあっただろう。わかんねえけどよ。例えば、電の子とか、グラインダーとか。そんな電動工具でも使ったのかもしれねえじゃないか。それは、その。じゃあ、バトラー。
じい様が密室の書斎から消え去っていたのはどう説明するんだよ。扉は封印されていたのに、じい様は忽然と消え去ってたぜ。その話は劇中でも出ただろ。じい様が何らかの方法を使えば、レシートをごまかすことは不可能じゃない。あるいは窓から出て、あるいは落ちて。夏日おばさんが窓を内側から施錠した可能性もある。別に魔法を使わなくたって、他にもいくつか手は思いつくだろうぜ。それはそうだけどよ。ならバトラ君、僕のお母さんたちが客室の中で殺されていたのはどう説明するんだい？扉には鍵もチェーンもかかってた。無論窓もね。どうやって人間に母さんたちを殺せたって言うんだい？まあ確かにそのトリックは劇中でも保留になったままだったな。とにかく犯人は鍵だけは持ってる可能性が高いからな。チェーンに許される程度の扉の隙間は確保できたわけだ。非常に苦しい話だが、その隙間から何かの仕掛けを施した可能性はあり得るな。いや、あるいはその隙間から何かを出したとか。確かにチェーンってのはえらいシンプルだが、密室を構成するでかい要素だな。だが密室トリックなんておよそやり尽くされてるんだ。そこいらの書店で密室ミステリーを数冊買ってくりゃ、どうせビンゴなトリックが見つかるだろうぜ。とにかく俺には思いつかねえが、どうにかやりくりすりゃ人間にできないことはないだろうって断言できる。それはひどい暴論じゃないかい？説明できないのに人間に可能だと断言できるなんてめちゃめちゃだよ。何がどうめちゃめちゃなんだよ。兄貴たちは何を思考停止してんだよ。一見できなさそうに見えてもどうせできるんだよ。それがお約束ってもんだろうが。めちゃめちゃなのはバトラの方だぜ。人間にできるってんなら説明してみろよ。できねえだろ。できなきゃすぐに犯人は魔女ってことで落ち着くのかよ。その論法で言っちまったら世界中の未解決事件は全部魔女が犯人ってことで決着しちまうぞ。バトラは問題をすり替えてるし、何も説明してない。マリアたちは人間にはできない、だから人間じゃない存在が犯人、それが魔女だとそう言っている。なのにバトラは説明できないけど魔女はありえないとか一方的な決めつけで言ってる。まるで無知な時代の人類のようだね。地球が回ってるはずがない、説明はできないけど宇宙が地球を中心に回ってるんだと言い張る愚か者のよう。なんだか気に入らねえ論法だが、つまりお前らはこう言いたいのかよ。人間に可能だと説明できないなら犯人が魔女ベアトリーチェであることを受け入れろってことかよ。そこまで押し付けているわけではありません。ただバトラ様が何を根拠にそのような読まい事を言い出すのかと思いまして。読まい事ってなあ俺ってさっきからそんなに変なこと言ってるか？おかしいのは俺なのか？さっきからえれえ不愉快だぞ。バトラ様、僕は自分が死んだ時ボイラー室で存在しないはずの19人目に殺されています。それが人間の仕業だと説明できるのですか？あの時18人の所在は全員がはっきりしていました。にもかかわらず僕は殺されている。その件も劇中で言ってるぜ。例えば熊沢のばあちゃんだ。カノン君がボイラー室に降りてからすぐ後を追ったと言ってるが、実は嘘かもしれねえ。一緒にボイラー室に入って不意をついてぶっすり行っちまったのかもしれねえ。あるいはボイラー室に踏み込むと何かのトラップが発動して例のアイスピックが打ち込まれるように仕掛けられていたのかもしれない。何しろ焼却炉からはじい様の遺体の悪臭だ。必ず誰かがやってくるわけだから、仕掛けだけ施せば犯人はその場を離れカノン君の死亡時刻にアリバイを作ることは十分できる。ボイラー室のトラップってどんなのですか？そうだよ、あの後
すぐみんながボイラー室に駆けつけた。でもそんな変な仕掛けは見つけられなかったじゃないか。さようです。マトラ様。どんな仕掛けで、僕は殺されたというのですか？いや、それはわからねえ。でも、とにかく、何かの仕掛けをうまくやってたな。あるいは、誰かが嘘をついて、こうも考えられるぜ。そもそもあれは、カノン君の自作自演だったとかな？そうだ自作自演だ。エヴァおばさんたちも自作自演なんだよ。自分で密室を作り、死んだふりをした。バトラー、お前、さっきから頭、大丈夫か？冷たいお飲み物でもお持ちしましょうか？そこまでアーレミの目で見られるほど妙なことは言ってねえだろ。俺はあくまでも、トリックを考える上での可能性について言っただけだぜ。それにほら、死者が実は死んでないなんて、推理者のお約束じゃねえかよ。お約束って？つまりだ、カノン君が殺された時、確かに俺たち全員の所在ははっきりしていた。そして、熊沢のばあちゃんも嘘はついてないとする。でも、それは生存者だけの話だ。もし、死んだふりをして犠牲者に混じり、姿をくらましていた犯人が別行動をしていたとしたら、すべては説明できる。ふぅ。つまり、エヴァおばさんたちが犯人だと言いたいわけか？でも、おばさんたちの死亡については、南條先生が医者として判断してるぜ。そうです。南條先生は、すべての犠牲者について確認しています。もしバトラ様の説を採用するなら、南條先生も犯人、ということになりますか？そうだな。南條先生が犯人の一味で、嘘の死亡宣告をしていたかもしれないと考えりゃ、話は変わってくるぜ。ほら、これも推理者のお約束じゃねえかよ。でも南條先生も殺されたよ。それはだな。そうさ、南條先生は偽装師なんだ。何しろ南條先生以外に検視ができる奴はいねえし、あの時はもう混乱してる状況から、本当に脈が止まってるかなんてのんびり確かめてる暇もなかったぜ。この論法なら死者は誰だって歩き回れたことになる。私たち最初の6人は難しかったんじゃないかと思います。だってシャッターを閉められた上に、内側からは開けられない南京錠をかけられちゃいましたし。そうだぜ、その鍵は母さんが預かった。じゃあ母さんも犯人の一味だってのかよ。いや、最初の6人は無理そうだが、エヴァおばさんたちは外から鍵をかけただけだろ。なら内側から開けられるし。そうさ、俺たちが部屋を出た後、窓から飛び出してボイラー室に先回りしたとか。苦しいか。あるいは南條先生も検視を誤ったとかな。ほら、自分でも言ってたぜ、検視は誤信率が高いとかって。うまく偽装したとか、身代わり死体を用意したとかで死をごまかしたんだ。方法やトリックはこれから考えるとして、とにかく19人目を否定することはそう難しいことじゃないんだ。ましてや魔女？それだけは断じてありえねえ。バトラがさっきからなんで堅くなにみんなの中に犯人がいるようにしたいのかわかんない。つまりバトラは親族の誰かを疑いたいんだよね。そういうわけじゃねえ。ただその、安易に19人目を肯定はできねえし、仮にいたとしても、それは人間だって見地から話を構築すべきであって、それら全部を否定しきった最後の最後で、苦し紛れに出てくるのが魔女だろって話をしたいんだ。魔女なんているわけないだろ。なんでさっきからみんなは、魔女が犯人ってことでひょいひょい納得したがるんだ。そりゃ、身内に殺人犯がいると思いたくねえ家族愛は立派さ。でも、それでごまかしちまっていいのかよ。あれだけ大勢を殺した、憎き犯人を見つけ出したいとは思わねえのかよ。兄貴だって、両親の仇を見つけたいだろ。ジェシカだって、カノン君の仇を。そして、カノン君だって、
シャノンちゃんの仇を見つけたいだろ。シャノンちゃんだって自分を殺したのが誰なのか知りたいはずだ。なんでこうパーンと全面降伏して魔女が犯人ってことになっちまうんだよ。お前らさっきから何なんだ。呆れてるんだよ。バトラはさっきから死に滅裂なことを繰り返しては何かを分かったような気になってるだけ。だから?それで?人間にどうやって?具体的には?そう聞くと決まってバトラは今は思いつかないけどとか何かの仕掛けでとか抽象的な言葉で逃げたりお茶を濁したり、むしろ知りたいよバトラ。どうしてベアトリーチェを信じないの?いるのに。どうして?いねえからだよ。魔女なんか、いねえ!いるわけがねえ!まるっきり、ダダッコのわがままだぜ。バトラ様、お気持ちはわかりますが。ベアトリーチェ様は、いらっしゃるのです。バトラ君、どうして信じないんだい?これほどまでに状況証拠は揃ってるのに。説明できなきゃ全て魔女なんて。俺はそんな論法は認めねえ。どうして電球が明るくなるのか。仕掛けを知らなきゃ全て魔法ってことになるのか。違うだろ!魔法じゃなきゃ説明がつかないことなど存在しない。魔女だの魔法だのってのは思考の放棄だ。兄貴たちはわからねえ事件に屈服して降参しただけなんだ。そうだろ。やっぱりバトラだけはどうしても信じないね。誰か一人でも信じなかったら奇跡は起きない。だからバトラのその妄埋な思い込みを改めさせなきゃ奇跡が魔法が完成しないんだよ。なるほどな。ようやく一端が見えてきたぜ。つまりお前らは俺に魔女様は存在するって言わせたいんだろ。全員が認めた嘘は真実になる。そういうこったろ。あいにくだな。ここばかりはあいにくだが、そいつは全然ダメだぜ。お断りだ。お前らが俺にそう詰め寄るからこそ、だからこそ全然ダメなんだ。ふん。どうして?悪いが、最後の最後で、もう一回チェス盤をひっくり返させてもらうぜ。魔女の存在を俺に認めさせたいなら、一番簡単な方法があるはずさ。それは、人間にはできないから魔女、なんていう遠回しな方法じゃない。魔女が魔法でやってみせた。それを俺に見せるだけの話なんだ。さらにだ。さっきマリアが言ったことが一番墓穴を掘ってる。誰か一人でも信じなかったら、奇跡は起きないってな。真の奇跡は、誰が信じようと信じまいと、勝手に起こる。たとえ俺一人が信じなかったとしてもだ。だからこそ、俺が信じれば成立する奇跡も魔法も、そして魔女も、嘘っぱちだってわけさ。よい。久しぶりに愉快な人間に出会えたものよ。お前、誰だ?招かれた茶会のホストも知らぬか。よいよい。こちらのお方は、千年を生きる黄金の魔女、ベアトリーチェ様にあらせられます。ご機嫌うるわしゅう、ベアトリーチェ様。
バトラ君の暴言をどうかお許しください。こいつは頑固です。その、まだ自分の置かれた状況が分かってなくて。よいよい、千年も生きると大抵の魔女は生き飽き、そなたのような気骨ある男も時にはよい。ベアトリーチェがお姿を現してくれるのはとても光栄なことだよ、バトラー。こりゃたまげたぜ。そこまでして俺に魔女が、19人目が犯人だと思い込ませてえのかよ。ますますに気に入った。だから全然ダメだぜ。お前はマリアたちが主張する魔女ベアトリーチェの幻影というわけだ。そして全員がその存在を信じることでようやく存在を許される、そういう虚構の存在なんだろう。だから俺にも信じさせたい。俺だけが信じないから存在できない。そうなんだろう。魔に通じぬ凡夫の分際にしては理解力は悪くない。なるほど。どうやらそなたは生まれながらにして魔力に強い抵抗力を持つらしい。我ら魔女の天敵をどう逆さに振るってみせようとも決して我らを信じない。だから魔法が及ばない。お前のその態度にも納得がいこうというものよ。何を言ってやがるかさっぱりだぜ。わざわざお姿まで現してもらって恐縮だが、俺はお前さんの存在なんてこれっぽっちも信じやしないぜ。確かにこの二日間妙なことは何度か起こった。さっきマリアに言われた通り、俺はそれらすべてにトリックの説明がつけられると思っているが、個々に具体的にはまだ挙げられてねえ。だがだからといって屈するわけじゃない。俺は兄貴たちとは違うぜ。説明できないから魔女の仕業だなんて論法には絶対ならねえぜ。ますますに気に入ったぞ。お前は屈服させがいがある。お前のような男にこそ我が名を称えさせてみせたいぞ。お前のような男にこそつま先にキスをさせてみたいものよ。寝言言いたきゃ好きなだけ言ってる。俺はお前なんか否定してやるぜ。すべての出来事も人間とトリックで説明してやる。そこには一片たりとも魔女も魔法も入り込む余地はねえ。よい。それでこそ千年の退屈も紛れるというものよ。ならば聞こう。お前は先ほどエヴァたちを殺すのに扉の隙間を利用すればよいと言ったが、人間とトリックでどう殺してみせるのか説明するがいい。いきなり一番辛いところから切り込んできやがったな。ってことはこのトリックが一番の自信作ってことなんだろ。真犯人さんよ。さて、このわずかな隙間からどうして見せるのか、バトラとやる。多分あのアイスピックを打ち出せる射出機があるんだ。そいつを使って、その隙間からは見えぬベッドの上のエヴァをどう狙うのか、そしてバスルームにこもり扉を閉めた秀吉をどう狙うのか。暇はある。何か方法があるはずなんだ。お前に思いつかぬならわらわがやってみせてもよいぞ。ほう、
魔女様ならどうやって見せるったんだよ。お手並みを拝見してやろうじゃねえか。バトラ、ベアトリーチェに口の利き方が存在。よいよ、愉快な男よ。それでこそ屈服させる楽しみが増すというものよ。へっ、そんなに俺につま先にキスをさせてえかよ。俺が降参したらな。だが見てろ、きっと俺がこのトリックを暴いて逆にてめえを俺のケツにキスさせてやるぜ。愉快な男よ、覚えておこうぞその約束を。弱き魔女は力を得るために悪魔の尻にキスをする。それを超える屈服の誓いはないからな。そこまで言わせたからこそ、わらわはお前を屈服させてみたくなる。さあさあ、おいでなさいな、子供たち。我こそ煉獄の案内人。滞在を許せし七つの悔いを持て。ベルゼブブにアスモデウス。さあさあ、罪を許しなさい。罪人の魂を解放なさい。うわっ、ど真ん中というところよ。見てみるか。バカ野郎、そんなめちゃくちゃで殺せてたまるかよ。殺せるとも、このように殺せるとも。カノンはさまつな怒りにとらわれ、わらわの宴を乱そうとして、怒りにとらわれやすいのは、お前の滞在を清め、悔いてやり直すがいい。ベアトリーチェ様、どうかお許しください。カノン君は十分に反省したと思います。よい、わらわは敬う者に寛大である。ふざけるな。こんな三文芝居で俺がお前の存在を認めると思うなよ。何が千年を生きた魔女だ。てめえのトリックなんざ千年じゃねえ、せいぜい百年程度のミステリー界が作ったお約束の累積上にあるだけだ。魔法なんかじゃねえ、断じてねえ。事件のすべては人間とトリックで説明がつく。我が千年を人間どもの百年で語るか。よいよい、だからこそわらわはお前を気に入る。愚かなバトラ。よすんだバトラ君、ベアトリーチェ様に逆らっちゃいけない。
シャロン、シャロン、しっかり、しっかり。どうしたってんだよ。くそ、なんなんだこりゃ。この赤いのは。頼む、バトラ君、ベアトリーチェ様を信じてくれ、故障だから。君が信じないから、信じないから。魔法が、魔法が溶けてしまう。シャロン、シャロン。やめろ、やめろ、やめろ。シャを恥ずかしめるな、シャを恥ずかしめるな。兄貴が何をした、ジェシカが何をした、もうやめろ。バトラ、魔女なんかにくじけるんじゃねえぜ。否定しろ、ぶっ消してやれ。こいつは誰か一人でも否定する限り存在できない幻影なんだ。大丈夫か、ジェシカ。兄貴、おお、バトラ、早くベアトリーチェを信じて、じゃないとみんなの魔法が溶けてしまう。マリア、お前も全身に。わらわは魔法で全ての死者を蘇らせる。でもお前が信じない限り、それは真の力を持たない。もっともお前ほどの男がこの程度のことで屈服することはあるの。バトラ、私たちは身内を疑いたくなかった。現実から目をそらしたから魔女に屈してしまった。でもバトラなら、バトラなら魔女になんか屈しない。ジェシカ、ジェシカ。バトラ、泣かないで。ベアトリーチェは死者を何度でも蘇らせてくれるよ。だから悲しくないよ。だから死んでも
てめえは許さねえ、絶対に許さねえ。何が魔女だ、何が魔法だ。俺は全身全霊をかけてお前を否定してやるぞ。何が何でもてめえを認めるわけにはいかねえ。俺をここまで敵に回しやがった以上、絶対にてめえだけは許さねえ。許さねえ、許さねえ、絶対許さねえ。よくもこの後ろ宮バトラーを敵に回しやがった。何が何でも貴様を否定してやるぞ。どんな不可解だろうと全部人間で説明してやる。てめえをこの世から細胞の一かけらまで残さず消し去ってやる。よくぞ言ったぞバトラーとやる。それでこそ我が千年の退屈も紛れるという。さあ説明するがいい。人間とトリックとやらで説明してみせるがいい。そして人間の身の程を知るがいい。我が千年は人間どもが気づいたとかいう百年で太刀打ちできるか試してみるがいい。それでこそお前を屈服させる楽しみが増すというものよ。さあ聞こう。バトラとやるマリアの手紙は、6人の殺し方は、シャッターは、レシートの封印は、チェーンの密室は、カノンのボイラー室は、ゲンジたちの客間は、ナツヒの自殺は、碑文の謎は、隠された黄金のありかは。さあバトラとやら人間の力を見せてもらおうではないか。うわー